レッツスタート。最低投資金額が100万元、高利 12% のリターン、夢の都市建設を声高に歌って広く投資家を集めた。もちろん中国でのお話、庶民が対象。しかも彼らは夢を信じてシャドーバンキングから資金を借りて投資した。中国にはよくあるパターン。日本で言えばアグラ牧場とかありましたね。浙江省杭州に拠点を置く金城集団はクレイフィッシュタウン、ポエトリータウン、フェアラウンドタウン、ハッピータウンなどと銘打って、江蘇省、浙江省のあちこちの地方政府に渡りをつけて夢のタウンを開発、将来ものすごい値上がりとなりますと宣伝した。ハッピータウンと銘打たれた新都市をサウスチャイナモーニングポストの記者が訪れたところ、一帯はなんと聖街、セックス玩具、アダルト良品、ラブホが並ぶ街で別名セックスパークと呼ばれていた。浙江省の水郷地帯を見立てて工事をしていたクレーンが動いたかと思ったらすぐに止まった。3800人の個人投資家から金返せ訴訟が起こされていて、とうとう4月30日に雲隠れしていた会社幹部が逮捕された。全ての都市計画は悪夢に終わった。投資詐欺とかの問題ではない。この類の建設投資個人投資家募集というやり方で、中国のあちこちで数千以上もの民間の投資案件が現実に悪夢となっているのである。習近平が1月に党中央学校で演説し、ブラックスワンと灰色のサイに気をつけろと言ったが、とうとうグレイリノが動き出した。ブラックスワンはありえない噂を意味するが、灰色のサイとはサイは灰色に決まっており、日常の風景である。その際が突然暴れ出すと大変な事態になるぞという意味である。大変なこと、それはこれから起こる。ウィスコンシン州は台湾旋風に揺れた。先週トランプ大統領はウィスコンシン州の共和党集会に出席し、貿易問題を軸に演説したが、直後に同州に入ったのは核対名だった。米国では彼はテリー・ゴーとクリスチャンネームを名乗る。英語名フォックスコンを傘下に収める核対名は、携帯電話部品、特にスマホの部品で大当たりし、台湾一の富豪としてフォーブスにも書かれた。トランプのアメリカンファースト政策による米中貿易戦争に対応し、ウィスコンシン州に液晶パネルの新工場を作ると宣言した。2年前のクワイレ式にはトランプ大統領がわざわざ駆けつけ、出資予定の孫正義も式に加わった。何しろウィスコンシン州の最新のデジタルパネル工場を建設し、100億ドルを投じて1万3000名を雇用すると核対名が威勢よくぶち上げたのだから、地元も歓迎。大統領がわざわざ起工式に飛んでくるほど期待されたプロジェクトと見られた。ところがアップルの売上不振による景気後退で、鴻海精密工業は中国国内の主要工場で大量のレイオフに踏み切り、世界で130万人の従業員をロボット導入で50万人に減らすとした。当然ウィスコンシン州の工場の計画は縮小し、開発研究センターに格下げされた。約束が違いじゃないかとトランプは核対名に直接電話をかけ、見直しを迫り、核もしぶしぶ再検討を約束するという経過がある。したがってトランプはその説明を求め、核も釈明の必要を感じていた。だが5月2日にホワイトハウスを訪れた核は、中華民国の国旗と米国国歌を並列に並べた特注の帽子をかぶり、すっかり次期台湾総統のイメージを作り出すという政治演出を行ったのだ。核対名はウィスコンシン州の事業のことには触れようとはしなかった。ウィスコンシン州のエバー知事も空手方会う予定はないと冷淡だった。大統領との会見後、ホワイトハウスで記者団に囲まれても、私はピースメーカーを目指す、トラブルメーカーにはならないと語るのみだった。このセリフ思い出した。馬英九が台湾総統に選ばれた最初の記者会見が同じセリフだった。筆者はその前にも馬に直接インタビューしているが、この時の同じセリフを聞いていた。ホワイトハウスは核対名が国民党候補として総統選挙に出馬する事態を高い関心で見ており、直近でも米国艦船が台湾海峡を通過するなど北京の軍事的威圧に対応している。在台北大使館には海兵隊を配置している。こうした米国の台湾擁護姿勢が鮮明であるため、核対名は台湾の自治を求めて、私が当選したら真っ先に訪米すると、その中国寄りの姿勢を懸命に打ち消した。台湾の世論調査では次期総統に大きな期待が寄せられている反面、芳しくない評価が温床人メディアやネットに飛び交っている。米国のメディアも、鴻海精密工業が中国国内で過酷な労働残業などで多くの自殺者が出ていること、事故による死者への補償がおざなり、企業倫理が希薄なことを挙げ、その経営者としてのモラルに辛い評価を下しているところが多い。一方、台湾では連日のように一国両制度に反対する集会が開かれている。会場にはプーさんを習近平に模した人形も登場し、一国両制度への態度を質問すれば、核対名の人気は落ち暴落すると見る人が多い。とはいえ、テレビの娯楽番組しか見ないミーハー世代が増えて、世論調査での核対名の人気が突発的旋風のように高い。折しも大陸からの交換留学生で、台湾の河南大学で薬学を研修する李家宝は、習近平を痛烈にツイッターで批判したため、大陸内の家族が脅迫され、台湾へ政治亡命を申請した。台湾には難民受け入れの法律が整備されていないため、蔡英文政権がこれをどう扱うか。蛇に睨まれたカエルのような台湾、次々と重大な政治課題が生まれる。ふてぶてしく開き直れる度胸、それも20歳になったばかりの中国人女性が演じた。ロサンゼルスタイムズが報じ、たちまちウォールストリートジャーナル、ニューヨークタイムズ、そして英国でもハーロー校の裏口斡旋男が中国の吐き嫌い夫人に毒殺された事件もあったためか、デイリーメールなどが一斉に報じた。
先にハリウッドの俳優などが有名大学に裏口入学をしていたスキャンダルがあって、米全米メディアの話題をさらった。その余波ともいえるが、以前から言われていた中国の高官や富豪の子弟らがなぜ一流大学へ入学できるのか、よほどの寄付をしていたのかというダークサイドの噂だった。何しろ習近平最大の潜在ライバルだった白起大の息子白曹操は英国の名門校ハーロー校へ留学し、その後ハーバード大学へ進んだ。相談相手はエズラ・ボーゲル教授だった。仲介役の英国人は中国でアストンマーチンの販売代理人などをしながら裏口入学の斡旋をして荒稼ぎをしていたと言われ、最後には白夫人と財産資金洗浄の問題でトラブルとなり殺害された。リゾートホテルで毒殺後すぐに火葬され、未亡人に送られたのは位牌だけだった。事件は闇に葬られるはずだった。発覚した原因は最強の実力者夫人であり、警察公安がまともに取り調べることがなかったのに想定外の事件が邪気されたからだ。白起大の右腕だった重慶公安局長兼副部長の王立軍が政治亡命を求めて生徒の米国領事館へ駆け込んだ事件がきっかけとなった。米国の一流大学へ裏口入学は斡旋するシンジケートの存在、分かっただけでも50の中国人の不法入学があり、裏舞台で動いていた金の実態は不明。報じられているのは氷山の一角に過ぎない。エール大学、ジョージタウン大学、スタンフォード大学、南カリフォルニア大学など裏口入学ばかりか、プリンストン大学、マサチューセッツ工科大学などではファーウェイからの巨額の寄付が舞い込み、共同研究などが進展していた。国家安全保障的に言えばこちらの事態がより深刻である。以前から有名大学への裏口を斡旋するフィクサーの存在が言われ、相場は100万ドル以上。手口は大学への寄付とその筋に配る賄賂、試験成績の水増し、スポーツ有料の証明書偽造など、特に大学によってはアスリートの有望選手を特別待遇するため、やったこともないスポーツの競技会で優勝したなどと偽造の証明書が添付されるケースもあった。裏口不法入学の典型例としてメディアが報じたのは、中国山東省の有名漢方薬企業経営の長寿発の娘張宇氏、600万ドルを大学へ寄付し50万ドルを斡旋した男ウィリアム・シンガーに支払ったと報じられたケースだ。長寿発は中国のフォーブスと言われる個人100富の82位にランクされ、一家の財産は320億人民元を誇るという。カジ氏は張が習近平と握手している写真も配信している。彼は香港にも販売店を持っており、香港子会社を通じて資金洗浄ができるから、裏口工作のドル資金などいとも簡単に調達できる。およそ50名の中国人が同様手口で米国の著名な大学へ入学していると米国メディアは伝えている。一夜明けて全米で最も有名になって実名が報じられた長寿発の娘張宇氏、この中国人女性は20歳、しかし反応がすごい。裏口入学冗談じゃないわ、猛勉強でスタンフォード大学に合格できたのよと開き直った。やはり日本人との鮮明な違いがここに浮かんでくる。日本人なら恥ずかしくて逃げ隠れするだろうし、学校は自発的に退学するだろう。開き直る度胸、大したものである。はい、これまでご視聴どうもありがとうございます。今回は、グレイリノーということで、灰色の際ということなんですが、一つの記事でそういった話をしていたようなところがあるんですが、実はこの3つともですね、こういったですね、静かに、密かに眠っている際がですね、暴れ出す日が来るのかというような、そういった予感を感じさせる記事になっているのかなと思いました。やはり裏でいろんな動きをしている人たちもですね、だんだん明るみになってきてますし、また台湾にしてもですね、かなりいろんな動きが出てきているのかなというのがですね、非常に予感されますので、そういったところも踏まえて今後の動きについて、またレポートしていきたいなというふうに思っております。はい、それではどうもご視聴ありがとうございました。